いどうもピオキングです。今日はですね、一発マリオとトロールコースやっていきますか。で、今日の一画面コース、ゴールもゴール条件も目の前、シリーズ化ワンチャン、まあ、シリーズ化してるんでしょうかね、まあ、クリア率は 0.54 でね、めっちゃ難しいんですよ、まあ、ゴール条件は何なんだろう。ノコノコカーに乗ったままゴールっていうことは、目の前にノコノコいたよね。このノコノコを踏んでゴールすればいいだけの話じゃないんですかね。あはちょっと待って、このノコノコを踏んでゴールすればいいだけ、え、楽勝じゃないこれ。これはジャンプしたら当たるのか。当たるからこれ右のブロック壊せるんじゃない。右のブロックを壊します。うわ、壊せねえの。これ小ジャンとかあるのかな。小ジャンしてみるで、ね、はい。うわ無理。え、じゃあどうやってすんだろうね。ノコノコこっち来れますか。こっちに来れますかね、ノコノコ。やっぱ来れないよね、壊れちゃうよね車。これはノコノコカーに乗ったまんまギリギリでジャンプすればゴールできる。いやこれさ、マジでゴールできないんだよね。だからちょっとコメント見てネタバレがあったらね、ちょっと見ていきたいんですけど、ジャンプ飛び降りで行くって書いてるね。ジャンプ乗り捨てヒップドロップで行くのね。いや分かんなかった、これは本当に分かんない。じゃあジャンプして乗り捨てた瞬間ヒップドロップしてみよっか。行きます、ジャンプ乗り捨てヒップドロップ。オッケー、これか、これでいいのか。いや一発で、ちょいや違うんだって、今のマジわざとじゃないんだって。じゃあもう一回するよ。いやこれも意外と難しくてね、うん、たまたまさっき一発でいけたんですけど、はい、オッケー、次こそゴールしますよ。勢いつけましょう、勢いつけてギリギリでジャンプ、オッケー。いやほんと難しかったねこのコース、すごくね楽しませていただきました。はい、それじゃあ今日は 3D のトロールコースだね。まあ 3D のねスキンで絞って、まあ、ちょっとやっていってるんですけど、まあ、3D のトロールってさ、普通のスーパーマリオワールドと違ってギミックが斬新でね、めっちゃ楽しいなと思うんですけど、ちょっと待って、クリア率見てなかったけど多分 1% 台だったと思うんですよね。これは多分ね、上が正解なんじゃないんですか。なんか上怪しくない、この雲んとこ。ちょっと待って、なんかこんな罠に引っかかった自分がダセーな。じゃあここはスネークブロックに乗ります。そして多分ドッスンがこっち来ないの、あ来ないんだ。じゃあどうしようか、これヒップドロップしてみるね。ヒップドロップしてすぐジャンプして逃げます。どこ行ってるんですかねえドッスン。え、何これ、ドッスンをここの下ドアのブロック、何言ってんの、この下のブロックを壊せってことかな。じゃあ一旦ドッスンをこっちやります。こっちやって下のブロックを壊してもらいましょう。これオッケー、多分これでいいんじゃない。うわ忘れてた、うわ待って忘れてた、このあっホーム兵が出てきた。えー、何これ分かった、これさ先に P 出しておくじゃん、 P 出しておいてあのドスを多分破壊しなきゃ多分次に進めないみたいな感じだよね。いや多分これで合ってると思う。破壊してもらってここに木ブロックを置く、そしてボム兵を出す、多分これでねいいと思います。ほらこれで合ってるよね。いや秀才、私秀才です、さすがトロキングですね。じゃあこのまんま走っていく、オッケー、よし来た。いやこれがね、いやー結構長かったな、意外と難しくて、ここねなんかトロールっていうより謎解き要素がね強い気がするな。じゃあここはヒップドップでぶっ壊しましょう、オッケー。あ、鍵手に入れたね、この鍵もなんか必要になってくるんじゃないの。うわめっちゃ怖いここ。しょうもねえ罠に引っかかってしまった。それじゃあここは多分ねこのバネ乗ったらいけないんじゃないのかな、だからこの回転ジャンプで上に行こう。オッケー、これはどうしよう、上行っても、いやいや上行けんもんね、いや上行けないんで走って行ってみる、こっから走ってあの土管に入れることを祈ろう。何いや大丈夫、これ大丈夫なパターンじゃないんですか。だからここ一旦ここで回転ジャンプします、オッケー。なになに、ちょなんでよ。上に行かせてよ、これは一旦下に降りてもう一回上に上がろっか、こうこの辺、
オッケー。あ、ここに置っておけばいいのね。そしてね、右の方のドッスンも来るんだよな。右のドッスンも来るから一回土管の上に登ろう。はい、いや多分これで合ってる。あは、多分この P が鳴り止んですぐ右に行ける。オッケー。いや、そろそろ中間欲しいねまだ始めてちょっとだけど。じゃあここは鍵を持ってきてるからね。うん、多分ね、最初の鍵を持ってきてない時にここで積んだみたいな感じになるんでしょう。じゃあここでキノコ取っていきます。いや、キノコじゃない、ベルね。そして上に上がっていって、ドンケツがいるね。ドンケツをこれどうするんだろう。落としていいのかな。一旦上がろっか。一旦上がってこう落とします。ざまー下にいるのかな、ドンケツ。あ、いるね、ちゃんといてくれてる。危な。え、なに、ちょ待って、何やるのデルさん。じゃあこのまま右行って、この通り行ってみようか。はい、なんでだいや、今のフラワーは面白すぎ。一旦こう普通にジャンプするね。ジャンプしてここで爪きた。オッケーあのフラワーはちょっと待って、ここでもフラワーあんのもう落ちます。それじゃあここはフラワーを取らんようにこの辺から行こう。オッケーもうフラワー地獄だな。じゃあここは当たっての、当たっての、多分チビになっていいでしょう。でドアに入る。そして今度は早めに入ろっか。多分これ押しつぶされる。ジャンプえ、これジャンプしてよかったんかな。いや絶対なんか来ると思うじゃん。上に行きます。うわ、なんか積んだっぽい、ここ、この土管絶対そういうパターンのやつで。ほら、もうこの音楽は大体積みなんだよなんてこれどうやってやられんだよ。そしてこれ、え、待って、やられ方がわかんねえ。ここまで来てやられないとかそんなないよね。え、マジ、え、なんもなくない、嘘でしょ。これ完全に積んだわ。戻ってきたよ。いや、マジ戻ってきたよあ、待って、チクった。いや、さっきのところで積みはひどくないっていうことで、ここは何もしないでいいのかな。何もしないでおくね。え、なにこれ、鍵なくね、違うの、もしかしてこれで合ってたのかな。これで合ってて下に行く、あ、違う、上に行って、これの意味が分かんないんだよね。これ何なんだろう、ここ。えー、マジ分かんないね、これ。この木箱壊したらいけないのかな。だからそんな気しない。いや違う、ここ壊して多分この木箱持っていくんじゃない、多分そうでしょ。で、なんか途中であったじゃん、木箱が、あれがもう一回鍵があるみたいな、多分そんな感じと思うんだよね。ここで空っぽの木箱を置いて、これが鍵、やっぱりいや、むずこれ、むずいっていや、めっちゃ人気なだけあるかもしれんけど、これほんとむずいよ。じゃあここで鍵手に入れてるんで入っていきましょう。どんな感じかな。え、あ、いや、これ壊れるやつか。オッケー。これ針ね、出してっていいんじゃないかな。いや、多分そうでしょ。なにあ、待って、これさ、途中からだったらさ、ダメなやつなんじゃないのこれ。ねえ、これ最初からやり直してないけんでしょ。これ積む要素多くない？これ最初からやり直しする要素が多くて結構きついね。やっと戻ってきたよ、またまた戻ってきちまったよ。じゃあここは普通に行っても良さそうなんで行きます。どっち下落ちる、オッケー。で、右で、これはこのまま右でいいのかな。うわ、ダメくせえね。うわ、待って、これほんとしんどい。一回一回さ、あれだよ、中間ポイント、ここ意味ないもん。だって鍵ないからね、また最初からやり直ししなきゃいけないんですよね。いや、マジでね、そろそろ中間ポイントが欲しい年頃じゃあここはジャンプ、オッケー。そしてここは何もしないでよかったね。何もしないでこうで、でどうすればいいんだこれ。こうか、こうして、いや、危ねえ。ちょっと待ってね、もう一回、もう一回このドッスンを右に、ちょっと、オッケー、オッケー、オッケー、で、右もう
もううまく喋れてないんですけど、これは何もしない。え、オッケー。マジ中間欲しい。この度数は何？なんもない。うわ、なんか上来てない？なんか上トゲ像が。あれ、待っておいた方がいいのかな。え、何この度数、何？いや、あれ多分自決用でしょ。上に挟まった時の自決用なんで、あそこの中間ポイントはぜひ欲しいところ。ここは、いや、まずい。ちょっ、まずい。もう嫌だ、もう嫌だ。よし、それじゃあここはね、もうダッシュしていこう。ダッシュしてジャンプしていこう。ほっ、なんで何も変わんねえの。なんか変わってくれ、変わってくれよ。え、なんで、なんで何も変わんないの。それじゃあここどうすればよかったんだろうね。え、待ってね、ここマジどうすればいいんだろう。ちょっと待って、この、いや、まずい、この人はまずいんだよな。あ、ピーが降ってきた。待って、ピョンチューの前にいる。大丈夫かな、これ取れる。ほっ、やった。お前、よし、それじゃあ次こそは取れるよ。ピーブロックが降ってくるって分かったからね。なんでここでピョンチューが来て、こう、オッケーで、ここでピーブロックが来る、で踏んで右に行く。よっしゃ。よっしゃ。マジ嬉しいんだけど、もう最初からやり直さなくていいんでしょ。いや、もう全然いい、全然いい、もうこれでいいの、合ってる、合ってなくてもいい。もう最初からやり直すと、あの苦労がもうなくなっただけ、もういいわ。まあでもさ、これ合ってる可能性もあるんだよね。もうゴールでいいよっていうか、なんか下、右のあれゴールっぽくない？あの土管が、なんか最終みたいな。長えな、無駄にこれ。もう一回戻れってか。なんだこれは。しかもなんもねえ。まあでも全然いいよ。もうこっからだもんね。なんで、これは下から行かないけんっぽいね。多分こっちからね、合ってる。合ってねえ。あれ？じゃあどうすんだろう。スタートってこっちに来いみたいな感じかな。なんで一旦スタートってこう。あ、いや、間に合わんもんねこれ。これあれだね、多分右上にパンあったね。パンあったから、これオッケー、多分そのまま行ってよかったんだ。で、ちょ待って、ピョンチュー邪魔、あ、早く早く行かせ、ま、待って、ピョンチュー邪魔だって、ピョーンじゃねえんだって。いや、どうしよう、これはちょっと。ブロックなんかーい。いや、でもね、早く行かないけんことには変わりないと思うんですよね。マジこのピョンチュー、このピョーンもん、ピョーン嫌いもん。いや、大丈夫、ここでジャンプ、オッケー。で、あのスターを取らなきゃいけない。そして右に渡る。多分これでいいよ。はい、よくね、あ、これは合ってたんじゃない。で、どっち行く、これどっち行けばいいの。多分こっちが合ってる。いや、待って、こっち違うんじゃねえか。そろそろ長さ的にもね、うん、ゴールがあってもいいと思うんだよな。こっちしかないもんね、もう下行ったら罠だからね。で、土管に入って、うわっ、うわ。腹立つな、ここに来てあいつは。とりあえずね、今の金魚に引っかからんようにしよう。マジ金魚引っかかって、もうこいつ腹立つんだよな。で、このままワープブロックの方行こうか。多分こっちでいいんじゃないのかな。あ、いや待って、金魚がもしかしたら鍵持ってるってことかな。え、これもやり直しできないパターン、これ。あ、いや、上いる。じゃあここは金魚を倒せってことでしょ。多分これ踏めるんじゃないのかな。結構きついねこれ。1、2、さあここ、いや違うのか、あと2匹だね。オッケー、うわ最後か、あと1匹だね。多分あの金魚が持ってる、こっちに来る。はい、オッケー。結構きついんだよなこのコース。みんなやってみたらね、本当にわかる。過去ね、うわ、なにこの音楽、あ、いる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 、あぶねー。テレサいたね今。いや、これ絶対ゴールだよ。待って、危なかった今、しゃがんでてよかったよね。ナイスカル。で、ここでヒップドロップかまして、ゴールがあると思う。これ下に行ったら罠だと思うよ。オッケー、でもう一回右、こっ
こっちが正解と思う。いや、これはどう？何をするんだスネークブロック。頼むから。いや、左来て、左来て、ナイスで、右、ナイス、オッケー。え、何なんですかこれ。何なんですかねこれは。下に行くしかないんですけど。え、嘘。待って、あ、入れた入れた。もう一回行って次ゴールができるっていう話だと思う。多分これはそういうゲームだ、そういうステージだろきっと。これね、多分最後のねステージあったじゃん、あそこのスネークブロックに乗らなかったら多分ねゴールができるはず。あっ、オッケー。いや、ゴールできるねこれ。ここでもう待っておけばキノコが来ると思うんですよね。来た、来ました。さあゴールしましょう。いや、これめっちゃ長かった、マジ1時間半ぐらいかかってるかも。いや、どうもありがとうございました。この動画が良ければグッドボタン、そしてリオキングのチャンネル登録ぜひよろしくお願いします。そして Twitter、TikTok もやっていますんで、動画説明欄の方からフォローをお待ちしております。最後までご視聴ありがとうございました。それじゃあまたね。